こんにちは、ーアカデミー堀秀夫です、えー、今日はですね日本にある商品が、えー、アメリカのアマゾンにカタログがない場合そのカタログの作り方をご説明します、えー、これはですねちょっと手間かかるんで、えー、全く無在庫でライバルがいないだけでこれをやるのはあまりお勧めしませんただ自分の得意なジャンルでですね売れるはずなのにカタログがないとかあるいは自分がすでに持ってるものを売りたいという場合には えー、このやり方でカタログをどんどん作ってくださいまずはじめにですねこのインベントリの、えーの中からアドプロダクトというのが出てきますので選びますで次に何を登録するか、えー、ジャンルを選んで、えー、セレクトを押します これは今回本ですけど、まあ、ホビーだったらホビーとかですね、えー、多少違っても、えー、後からお、えー、教えするような形で、えー、商品は出てきますので、分かんなければですね、えー、大体近いんじゃないかなっていうのを選んでいただければ大丈夫です。で、えー、商品の内容を入力します、えー。これはですね、ジョジョの本なんで、まあ、そのまま英語のタイトルだったんで、こういうふうにそのままコピーしてます。 で、えー、パブリケーションデート、何年の作家、まあ、今年だった2012年ですねで。ここですね、えー、作者か編集者か、えー、役者とかですね、何かの名前を書く必要があります。まあ、大抵はですね著者が書いてありますので、著者を書いて、著者の名前を入れます。でここですね、えー、ビンディング、えー、ここがペーパーバックとかハードカバーとかムックとかありますので、 えこれを間違えるとですね、えー、返品を受けた時の送料まで負担しなきゃいけないということになりますのでここは間違えないようにえ書いてくださいでそれから ISBA のナンバー10桁の方ですね、えー、13桁でもいいんですけど13桁の方はですね、えー、なんか引っかかりが悪いようです、まあ、ISBA の10桁か13桁、えー、あるいは衛星コードなんかを入れます衛星コードじゃなくて失礼しました、えー、ジャンコードですね なんかここに入れますで。次にですね、この next ってのを押すと offer に行って、えー、この辺にですね、えー、チェック入れるとこありますの、ね、で、そこにチェックを入れてください。そうすると offer なしでこのセーバのフィニッシュっていうのが、えー、色が変わって押せるようになります。で、押すとですね、こういう風に、えー、商品が出てくるんですね、えー。この辺の情報はですね、128ページとか、 えー、何も入れてないのに、これは日本のデータベースから引っ張ってきてます。この場合は商品の細かい説明とか書かなくても、えー、写真を入れなくても、日本のものを引っ張ってきますんで、このやり方で登録できるならですね、えー、一生懸命苦手な分野というか、全くわかんないものを探すよりも、えー、自分のある程度目利きができる分野の商品をじゃんじゃんに登録しちゃった方が、えー、売り上げを上げる近道です。 で、セレクターのフィニッシュを押します。で、えー、しばらく待つと、大体10分ぐらい待つとですね、このようにページができてます。これはですね、今ないよって書いてありますけど、えー、19日に、えー、Amazon の方で再入荷するんで、えー、それを入力したんでですね、こんな形になっております。以上、えー、今言ったような手順でですね、今喋ったので大体3分30秒ぐらいですか。 えー、そのぐらいで、えー、ゆっくりやっても十分できますんで、えー、持ってる商品を登録したいと、あるいは、えー、得意なジャンルの商品をカタログ作りたいという場合には今の手順でやってみてください。天板アカデミー堀秀夫でした。